問題41。高齢者の特性について、より適切なものはどれか3つ選べ。1番。老年症候群に対しては、できる限り安静や合唱が必要である。老年症候群に対しては、できる限り安静や合唱が必要である。というふうにありますが、これは誤りですね。老年症候群っていうのは、まあ、その名前の通りなんですけれども、まあ、老年期ですね。まあ、老化。 加齢に伴って、まあ、心身機能が低下することによって生じてくる、まあ、いろいろな疾患の総称のことですね。これを老年症候群というふうに言いますが、まあ、できる限り安静にしてたり、まあ、画象というのは横になることになりますけれども、横になってたりとかすれば、まあ、心身機能というのはどん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 落ちていってしまいますよね。えー、老年症候群というのは加速するということになってしまいますので、これは誤りになります。その次2番、専門は、 原因や誘因を取り除いても消失しない。専門は原因や誘因を取り除いても消失しない。というふうにありますが、これも誤りですね。専門というのは意識障害の一つになります。意識障害の一つ。この意識混濁状態にですね、この幻覚であるとか、妄想であるとか、不安であるとか、 あるいは興奮状態とかですね、こういったものを伴う、まあそういうようなあの状態、症状、疾患のことをこう専門というふうに言うわけですね。まあ意識障害、意識混濁というようなイメージを持っておくといいかなというふうに思いますが、まあこうなる原因というのはまあいろいろあるわけですね。まあ感染症で併発することもありますし、まあアルコールなんかからが有因になって引き起こされるということもありますし、まあ薬なんかが原因のこともありますしね。 ま、認知症であるとか、うつであるとかですね、あの、手術とか、まあ、そういったようなものが誘因となって起こることっていうのもありますしね、まあ、いろんな原因があるということになります。で、その原因を取り除けば、誘因となっているものですね、その原因というものを取り除けば、まあ、それが原因なわけですから、当然これが、症状が改善されるということは、あり得るわけですよね、あるわけですよね。ということで、この説問の2というのは、誤りということになります。その次3番、体重減少、疲れやすい、 身体活動レベルの低下握力低下歩行速度低下の5つの要素のうち3つ以上あればフレイル弱と定義される体重減少疲れやすい身体活動レベルの低下握力低下歩行速度低下の5つの要素のうち3つ以上あればフレイル・虚弱と定義されるというふうにありますがこれはその通りで丸になります。 まあフレイルという言葉はあんまり聞き慣れないかもしれませんけど、まあ、これは最近ですね日本老年医学会っていうところがまあ発表した言葉になるわけですね虚弱高齢者のことをフレイルと呼びましょうというふうにこう言っているわけなんですけれどもほんとここ最近ですね数年の話なんですけれども要介護状態に陥る前には虚、まあ、弱状態になっていることっていうのが多いわけですよね。 なので、その虚弱状態ということが分かればですね、その人たちに対して、まあ、その予防のためのアプローチをかけることができますよね。なので、この虚弱高齢者さんっていうのをはっきりさせようと、把握できるようにしておこうと、まあそういうような考え方というのが生まれたわけなんですね。これがフレイルと言われるものになります。虚弱高齢者さんを指すわけですね。じゃあ一体誰をフレイルというふうにこう、分類するかということなんですけど、これはまあ至ってシンプルでして、5つ。 見るものがあるわけですね。で、まず一つが体重減少。で、もう一つが歩行速度の低下。そしてもう一つが握力の低下。そしてもう一つが疲れやすさ。疲れやすいっていうことですね。そしてもう一つが身体活動レベルの低下。この五つ。体重減少と歩行速度の低下と握力低下と疲れやすいと身体活動レベルの低下。この五つの中で三つが当てはまったら これ、虚弱高齢者さんですと、フレイルというふうに見なそうと、こういうふうになっているわけなんですね。これがフレイルというものになります。で、この説明の記述というのはその通り、つばりその通りのことを言っておりますので、これは丸ということになります。その次、4番。サルコペニア、加齢性筋肉減少症は、運動器全体の機能低下をきたすことがある。サルコペニア、加齢性筋肉減少症は、 運動器全体の機能低下を来たすことがあるというふうにありますが、これはその通りで丸になります。で、このサルコペニアっていうのは、まあ、ギリシャ語から来るんですけれども、まあ、ギリシャ語でサルコっていうのは筋肉のことを言うんですね。で、ペニアというのは減少ですので、まあ、筋肉減少ということですね。加齢に伴って筋肉が減少してくると。まあそうすると、まあ筋力低下とか運動機能低下というのがもたらされるわけですよね。で、ね、まあ運動器っていうのは、 筋肉であるとか、骨とか関節とかですね。神経とかまあそういったものが全部あのつながって運動機能というのがあるわけです。けれどもまあ筋肉減少に伴ってですね。その運動機能というのが落ちるということがあるわけですね。まあ、老化とともにあの歩行困難になったりすることが多いですよね。まあ、こんなのがまあいい例かなというところです。けれど、もまあ筋肉の減少というものが加齢に伴う伴っての筋肉の減少というものが運動機能の低下につながったりするよっていうことですよね。 ということで、これはその通りで丸ということになります。で、ちなみになんですけど、この加齢に伴ってですね、まあ、筋肉であるとか骨であるとか関節なんかのですね、この運動器に支障が出て、で、日常生活が困難になると。で、まあ、それに伴って、要介護状態になったりとか寝たきりになったりするっていう、これをロコモティブシンドロームっていうふうに言います。ロコモティブシンドロームですね。まあ、ロコモっていうふうに略されたりすることが 多い、多かったりするんですけれども、これもよく出てくるキーワードになりますので、さっきのサルコペニアっていうのは、加、ま、齢、あ、に伴って筋肉が減少するっていうことでしたよね。で、さらにその発展性ですね。それに伴って日常生活が困難になって、要介護状態になったりとか、寝たきりになったりする。この一連の大きなあの枠、流れのことをロコモというふうに言うわけですね。ロコモティブシンドロームと言いますので、まあ、さっきのフレイルとかサルコペニアと、 うん一緒にこう出てくるキーワードになりますからこれも一緒に押さえておくといいかなというふうに思いますでその次の5番加齢により最近の出来事に対する記憶が低下していくことが多い加齢により最近の出来事に対する記憶が低下していくことが多いというふうにありますがまあこれはその通りで丸ですね、まあ、記憶っていうのは記名保持再生という3ステップになります記名というのは書き込みですねで保持というのはそれを持続させるということですね保ち続けると で、再生というのはそれをこう、あの自分の中からこう、出すってことですね。っ、え、て、ー、いうのが再生と思い出すということですね。これを再生というふうに言いますが、まあこういったような機能というのが、まあ加齢に伴って落ちてくるということですね。高齢になると落ちることがあるというふうに言ってますけれども、まあその通りですよね。まあ、認知症なんかにかかる高齢者さんが多いっていうところを考えれば、まあ確かにそうだなというところがわかるかと思います。ということで、5番はその通りとなりまして、この問題の正解は3と4と5の3つということになります。 繰り返します。3番体重減少疲れやすい身体活動レベルの低下握力低下歩行速度低下の5つの要素のうち3つ以上あればフレイル虚弱と定義される4番サルコペニア加齢性筋肉減少症は運動器全体の機能低下をきたすことがある5番加齢により最近の出来事に対する記憶が低下していくことが多い この3つが正解肢となります。解説は以上です。